ロンドンの野良猫がこの界隈で最も有名な住所の一つへ引っ越しですパーマストンに緊張したそぶりは一切ありませんが今日から新しいキャリアの始まりですロンドン南部バタシーの犬猫保護施設を出てウエストミンスター地区の外務省でネズミ捕り長官として暮らしますパーマストンが保護された時お腹を空かせて痩せていてマイクロチップもなく飼い主を見つけられませんでした 今ではご覧の通り、元気で健康でイギリス政治の激しいやり取りに向けて準備万端です。46年にわたって公職にあった元首相のパーマストン支区にちなんで名付けられたパーマストンは、各国からの訪問者や外交官をおもてなししします。そててもちろん、招かれざる月種類の客人を探して巡回します。 保護施設のリンジー・クイーンランさんですできればネズミを取ることそれが主な役目ですそれから外務省で働く人たちの仲間にもなります外務省はとても社交的でかつ勤勉で自分の食いぶちを自分で稼げる猫を欲しがっているんです保護施設からキングチャールズストリートの外務省まではテムズ川を渡ってすぐでした着任したパーマストンは省内を自由に動き回りますおめつけ役は事務次官です事務次官も役職の頭文字から猫の別名プスと同じようにプスと呼ばれているのです